いんでいるどうも、コールウィンターです。えー、やっとキャッチフレーズがね、こういうふうに決まりました。えー、まずテレビのノイズみたいなのが流れて、こう、思い出が泳んでいる。そしてコールウィンターと。えー、僕はですね、えー、今回語るのは、いつみまさたかアナです。えいつみまさたかさんっていうのは、 今、アナウンサーでも活躍している、泉太みたろうさんの、ね、親ですね。で、あの人は、ビートたけしさんとか、ね、あの、平成教育委員会とかね、あと、クイズ商売商売でしたっけね、とか、いろんな司会とか、あとニュース、ニュースの司会とかもやってまして、93年にですね、あの、病気の会見がですね、有名ですよね。で、メガネをかけてて、やっぱりあの、 昔ながらのなんか、将棋のね、こう、なんか、永久の人みたいでしたよ、ね、なんかね。そういう顔ですよね。で、非常になんか、こう、本当に、日本人らしい、なんか、あの、関西の人で、あの、こうね、あの、地味といえば地味だったかな。だけど、 まあ、いつみさたかはみんな知ってると思いますよ。うん。で、キャラクター国ではいつみまさたかがすんごく人気なんですね。今でも、こう、早くアメリカではマイケル・ジャクソンみたいな存在で、日本のアナウンサーって言ったらいつみさたかってね、みんなが口揃えて言うぐらい有名で。僕はいつみさんを知ったのは、まだね、あ、まだっていうか、いつみさんを知ったのはいつだったっけな。そう忘れちゃったんですけど、あの、 でも、マリオがすごくいつみさんのこと言ってたんですね。あのー、日本一のアナウンサーだって。僕を認めてくれた最初のアナウンサーって。日本のね。っていうか、僕を認めてくれた最初の人とかって言ったね。で、いつみさんはな、あのなんかこう、口数少ないというかそういうところもあったけども、僕と似てシャイだったってね。で、あと、なんだろう、こう、 It's me って言われてたんだよねあ。だからマリオも It's me マリオなんかね、それはなんかこう、うん、マリオが、こう、ね、いつみさんが、いつみさんの方が先かなって言われてたんですよね。そういうなんかキャッチュレーズ的なものに関しては。だから、いつみさんをすごく尊敬してると。うん、背景はい、言えばあの、僕は、 キャラクター界のマリオだけど、いつみさんは日本のマリオだって、マリオは言ってましたね、はい。番組内とかでもね。で、あの人柄というか、あの顔もそうですけど、なんかこう、ね、このキャラクターことは日本の伝説の人ってことで、いついますったかって、こう、すごく拝められてるんですよ。昔の人は結構みんな知ってますよ、ね。ニュースとかも言ってましたからね。バラエティも。 だけど、CM とかにもやってましたけどね。あの、で、93年に、ね、ちょうど、キャラクター界では、ウッディとレゴの戦争があった時に、三井松坂さんは、ね、いなくなってしまいました。えー、本当に、うん、キャラクター界でもニュースは流れました。それで、その時は実感がなかったんけど、その後ですね、 えー、5年、10年経ってから、いつみさんのこの偉大さを、みんながね、だんだん思い知ら、示されてきて、ね、今ではね、うん、日本のアナウンサーズたち、いつと、いつみ、ね、うん、あのー、本当に、おそらく、ね、うん、今の子たちは知らないと思うんだけど、 うん、一回マリオと、マリ、キャラクター界だったのはマリオだけですから、いつみさんはね。キノピオは合ってない。で、バーみたいなところで、かあの、東京の神田ってところがあるんですよ。そこで、いつみさんとマリオが、ね、90年代かな、90年ちょうどかな。平成元年ぐらいかな。に二人で飲み交わしたことがあって、スペシャル対談みたいな。で、テキーラ。お互いね、テキあ、テキーラ、マリオがテキーラか。 いつみさんは普通のね、あの、なんかこう、その時いつみさんお酒飲まなかったんですよね。珍しい。珍しいっていうか、あ、飲む人が飲む人か分かんないけど、飲まなかったってマリア言ってます。はい。で、こう、なんかスーツにネクタイ、灰色のスーツにネクタイ姿できてね、赤いネクタイで。で、バーでね、二人で対談みたいなのしたんですよ。うん。その時、マリアをいっぱい質問してね、こう、いつみさんも返してくれたんですけど、 本当にその時二人がね、こう、マリオがね、ちょっとジョーク混じりでちょっと言ってみたんですよ。いつみさん僕と一緒に番組やりませんかって、うん、できたらお願いしますっていうね、うん。返事は後でいいんでって、みたいなこと言ったら、うん、うん、って言って、かって言ってなんかね、うん。でもなんかそれは実現したいでしょうけど、なんかこう、馬が合うじゃないですけど、こうね、マリオも。 いつみさんになんか感じる部分もあったんでしょうね、なんかこう。うんで、いつみさんも関西の人ですからね、こう。周、う、り、ん、にね、こう、いろいろアドバイスまあ、口数は少なかったんですけど、アドバイスみたいたのくって、周りオもうん、すごくなんか聞いてて、うん、あのー、 でも、あの二人がもし番組やったら、うーん、すごいなんか、逆に面白そうだしたよねうんこう、いつみさんがこう、ね、こう、間を取って、マリオがこう喋りまくるとかね。うん。でこぼこコンビつうから。うん うん、で、なんかね、やっぱり、キノピオも言ってたやけど、いつみさんののオーラ、なんかね、存在感っていうのが、なんかこう、昭和から平成にかけて、平成入ってからあんまりね、活動は、ね、ちょっとあれでしたけど、いつみさんのあの存在感が、昭和から平成にかけての存在感が、素晴らしかったっす。 ってましたすごかった。なんか知らないけど、いるだけでっていう感じ。うん。あの、こう、時代を渡り歩いてきた人だなっていうのは感じたみたいです。うん。そんな、わーっていう勢いじゃなくて、なんか存在感っていうのがあったみたいで。うん だからね、そうだね。うん。一回、キノピょに聞いてみたら、ちゃんと聞いた、真山さんってアナウンサーと、あの、よく出てた、泉みさん、ね、比べたら、どのぐらい差があるって聞いたことがあるんですよ。好き嫌い。 とか、うんぬんで。そしたら、日の病オが、真山さんなんかは、もう、本当になんかこう、どこでもいそうって言ってたんですよね。そう。うん。ま、あの時とした古い人なんで、ね、古い。っていうか、だけど、なんかね、やっぱ並べたらやっぱり、いつみさんの方が、なんかこう、ジャンルもこう、ちょっと飛び抜けてるし、うん、俺は、 いつみさん、いつみだね、言って、そう、言ってましたね <laughs>。ねー これ作ってないと思ったでしょ。番組のスタッフとかディレクターがね、全部用意して。で、これはいつみさんとマリオの非公認番組だったんですよ。二人で実際その後飲み交わした後に、一年後ぐらいかに、あのマリオからいつみさんをね、強引に誘ったじゃないですけど。ほんで、番組をこう、二人でね、 一日二日だけ特別でやったんですよね。で、それが、おくになっちゃったんですね。あの、マリオテレビが本当順調だったもので、ね。で、サブチャンネルみたいな感じ。サブ番組みたいな感じだったんですけど、なぜか二日で終わってしまって、ね。で、これを世に出すかっていうと、あの、いつみさんがやけにこう首を振ったんですよね。マリオに対して。 なんでこんなに首を振るんだよ。嫌なのかなって、俺たちのこういう番組やるのが。いつみさんが、ね、やけにこう目をつぶってこう首を振ったのはマリオはね、今でも覚えてますって。で、それでいつみさんが断った感じで番組がね、終わってしまったんですね。その番組がですね、いつみマリオなんですね、はい。この番組はね、僕続いてたら、マリオのサブ、 番組としてはすごかったなと思うんですよ。うん。あの、キャラクター国のラジオ放送室っていうか FM みたいな AM みたいな感じのとこに、そこ同人とかファンが、2、3万人が押し寄せたんですね、その2日だけで。だから、これが2日で終わったら、ファンは落胆してて。だから、これがもしね、10年ぐらい続いたら、首を横に振らなければね。 もっとすごい番組だった。ういつみマリオっていう番組がね。うん。うつみとマリオだから、いつみマリオ。で、名前もちょっと言い返してたんで、うん。マリオはすごいこのタイトル気に入っててね。うん。これ絶対人気出るってね、確信して。そう。だけど、いつみさんは、もう、首を横に振る。ね。 二人でトークをしながら、こう、えー、視聴者が、こう、ハガキを送って、そのハガキを読んで、ラジオみたいに、ラジオみたいなのを前に置いて、で、あ、ラジオじゃない、電話か。電話みたいなの前に置いて、こう、一人一人かかってくるんですね。で、一日に30名までですね。そんで、一時間でどれだけその人たちの質問に答えられるかって番組でした。 で、1日に応募したのがもう8000人ぐらいだったからね、もう、うん、30人も1時間で話せなかったんですね。うん、30人話せないよね、うん。せめて15人ぐらいでしたね、1時間で。でも結構話したよね。うん、でも、もう、かけては切って、かけては切ってって感じで。 伝説の番組ですよね。僕たちからしたら、キャラクター国からしたら。いつみまわりよは。いつみさんが93年いなくなっちゃって、それからまわりもね、あの、キャラクター国からコメントを寄せたんですね。キャラクター国代表として。あの、例のね、あの伝説の番組、いつみまわりよもあったし。いつみさんって言われた2日間は夢のようでしたってコメントを送ったんですね。で、 It's me という言葉は僕にとって親だと思っていますってね。僕の生みの親だと思っていますて。僕のキャッチュレーザー、It's me m a 今、今でも言っています It's me Mario! これは、まあ、スーパーマリオ64かな ?Nintendo、うん、あの時に、マリオが 初めて発言したんですよね。テレビの、スーパーテレビ、マリオテレビの中で。池け番組の4日の横の横の横断あの、とか出てきて、感覚に、いつみ、マリオって言ったら、感覚がわーってなって。マリオの新しいネーミングだっていうことで。で、その、で、僕の中にいつさんはいます。って、その時に言ったんです。 ビートたけしさんがね、なんか、なんか、変、他の番組言ってましたけど、日本の。マリオはなんだあいつはって、俺がいつみの一番の親友だぞバカ野郎って言ってましたけどね。あいつがなんで今俺でしゃばってくるんだってね。ビートたけしがすんげえマリオに怒ってたんでね。そう。俺がいつみの親友だとかって。<laughs>